シロワニ、カーカーイアストーラスは、ネズミザメ目王ワニザメ科に属するサメ。ワニは、サメの別称。世界中の暖かい海の沿岸に生息する大型のサメで、全長3.2メートルに達する。繁殖様式は、サメの中でも、珍しい卵食、トモグイ型。シロワニは、水ワニカシロワニ属とする文献も見られる。オオワニザメ科には他に、 大ワニザメなども厳正している。全世界の温帯、熱帯の海に生息。東、太平洋からは知られていない。日本近海にも生息。沿岸性。最大で全長3 2 0トル、体重1 5 8 8ラム。体型は流線型で、太く重量感がある。背側の体色は褐色から灰色で、複側は白色。 幼魚期の体側には不鮮明な薄い露伴が見られることもあるが、制御では消失する。風はやや扁平な円錐形。口は大きく常時半開きになっている。両額馬はほぼ同型。葉の形状は牙状で小さな副高頭を二つ備える。最前馬だけでなく、後ろの数列も立ち上がり、歯がずらりと並んだ外見は恐ろしい印象を与えるかもしれない。 二機の背びれはほぼ同じ大きさ。おひれは、常用が長く伸びる。活動は、夕方からで昼間は、岩陰などでじっとしていることが多い。主な、餌生物はサメやエーを含む、魚類、甲殻類、頭足類である。体制。ネズミザメ目に見られる卵食型に分類されるが、シロワニの場合はその最も特殊化したタイプであり、未受精卵だけでなく同じ子宮内の他の胎児も、 捕食する卵食、ともぐい型である。55mm で孵化し、未受精卵や他の胎児を食べるようになる。1 7センチメートルになると機能場が這い揃い、接触を行う。サメには子宮が2つあり、それぞれに1尾の胎児が生き残る。そのため、産子数は最大で2尾。妊娠期間は9から12ヶ月、生まれてくる子供の大きさは約1メートルである。 世界中の海に生息しているが、一部の地域では数が減少している。オーストラリア、東海岸、大西洋南東部の個体群は絶滅の危機に瀕しており、IUCN の評価ではバルナラブルとされている。性格は見かけによらず、おとなしく人を襲うことはないとされている。インターナショナルシャークアタックファイルにおいては29件の攻撃例のみが報告されている。 水族館における飼育は比較的容易で、アメリカでは1970年代から飼育を試みる水族館が存在した。現在同国ではジョージア水族館のサメ展示水槽等にて飼育されている。日本においては1995年にオーストラリア産の個体をマリンワールド海の中道が輸送し飼育展示を開始、その後いくつかの水族館が 南アフリカ共和国から輸入し水族館、飼育種として広まった。2021年時点で、マリンワールド海の中道、京急油壺マリンパーク、アクアワールドお笑い、東海大学海洋科学博物館、横浜八景島シーパラダイス、品川水族館、登別マリンパークニクス、鳥羽水族館、スマ海浜水族園、墨田水族館にて、飼育展示されている。 このうち、墨田水族館で飼育されている個体は、オガサーラで捕獲された個体である。飼育展示に比べ繁殖は、非常に難しく、過去に、シロワニの繁殖に成功した、水族館は、オーストラリアの、アンダーウォーターワールドシーライフムールラボ、マンディーシーライフサンクチュアリー、南アフリカ共和国のシーワールド、ウシャカマリンワールド、クウェートのクウェートサイエンティフィックセンター、 日本のアクアワールド大洗いの六貫のみ。また、日本国内の水族館では、繁殖に向けた取り組みとして、マリンワールド海の中道、京急油壺マリンパーク、アクアワールド大洗い、東海大学海洋科学博物館、横浜八景島シーパラダイス、品川水族館の白ワニ飼育を行う水族館、六貫が、積極的な飼育情報共有を目指した白ワニ、 食協議会が2015年に設立された。2019年に、のぼり別マリンパークニクスが加盟しならんで、情報共有や小笠原諸島での野生個体写真識別調査を行っている。ありがとうございます。